にちは、こんばんは、おはようございます。前回の続きです。伊東の町に着きまして、ホテルにチェックインするところですね。で、今回宿泊させていただくホテルは緑風園さんというホテルですね。素泊まりで泊まります。ただ貸し切り露天風呂は借りるつもりでございます。じゃあこっちなのかな、歩いて行きます。着きました。あれ、これリノベーションしてんのかな。なんかもっと綺麗だった感じがするんですけどね、楽天のホームページ見たら。では入りまーす。いや、入りました。少しいいお部屋にしていただいたみたいで、広めですね。はい、こんな感じですね。まあ、前日が民宿だったんで差はさすがにすごいですけどね。はい、マッサージチェア付きで、あ、冷蔵庫でかっ。冷蔵庫でかいですね。景色はまあまあまあ、景色は別にそんな気にしないから。で、洗面とトイレか。宇宙はないのかなというような、あ、痛い、よいしょ、というような感じですね。寝ようかな。温泉行くか寝るかどっちかにします。あ、ちなみにこれでね、1人4000いくらとかだった気がしますね、素泊まりで。おはようございます。おはようございます。午後7時前ぐらいですかね。もうほんと毎回起きんのきつい。仮眠取ってしまうと、かといって仮眠取らないと夜がね、楽しめないというか、すぐ眠くなっちゃうんで仮眠取った方がいいんですけどね。では今から夜の伊東の街に繰り出してご飯を食べてきます。寒いね。腹減った、腹減ったよ。向かってまーす。今回泊まっている緑風園、あれ、名前ちょっと忘れちゃいましたけど、結構この時間でもね、日帰り入浴される方が多かったですね。で、駅から少し遠いので、もしかしたら駅前の観光行かないかもしれないですね、これ。今は焼肉を食べに向かっております。もうね、昨日刺身はね、もう嫌というほど食べたので、新鮮な刺身でね。で、そう、以前行ったあの七福園だっけな、あの美味しい焼肉屋さんあったんですよ。そこが今日定休日でさ、火曜水曜だから、まあなんかありそうな、今日火曜日なんですけど、嫌な予感して、ラムネ見事に休みで、あの近場の焼肉屋さん探して行くことにしました。あともう少しで着くのかな。え、なんかイタリアンかなんかの可愛いカフェとかなと思ったら焼肉屋でしたね。では入ってみます。あ、焼肉って言った瞬間にお腹がキューってなった。考えられへんことが起きました。もう今日終わりだそうです。まだ8時前ですよ。はぁ、きつ。これではもうないんだけど、途方に暮れるわ、マジで。もうさ、本当にこれだから、まあ平日の観光地の夜って危ないんですよね、飲食店が、まあ、急に早く閉まったりだとか、いきなり定休日だったりするんで、焼肉しかも食べる気しないんで、こっから1キロ以上離れた場所に焼肉屋あったんで、そこまで徒歩で向かいますって言ってる間に、ね、時間もどんどんね、今日あれなんだっけ、貸し切り露天風呂も予約してるから、焦って食べたくないんですけどね、焼肉ね。結局
駅近くまで歩いてきましたよ。20分ぐらい歩いたかもしれない。で、もう最後の望みの焼肉屋がもうすぐ見えてくるんですけども、ここをやってなかったらおしまい。本当おしまい。あ、これそうかな。あ、どうだ。やってそうな気する。やってるよねこれ。やってるよな。あ、はい、入ってきます。入ってきます。入ってきます。ですわ。本当にあちらのお店、樹光園さんって読むのかな。あのね、最高まで美味しかった。伊東に来たら、まあ海鮮ですね、刺身とか食べたい方いらっしゃると思うんですけど、焼肉も本当に美味しいです。もう救世主なんでバンバンおすすめさせていただきます。樹光園さん本当美味しかった。多分安くはないんですよ、安くはないんですけど、あのクオリティ考えたら多分ね、だいぶリーズナブルな価格だったと思います。ここまで、ここまでじゃない、ここから宿まで少し遠いんで、まあいい運動ですね。この後温泉入んなきゃいけないんで、入んなきゃいけないっていうか入るんで、楽しみですね。着きました。この後はゆっくりしてから露天風呂、貸し切り露天風呂行ってきまーす。貸し切り風呂着きました。すごい。これ今セールかキャンペーンかで分かんないですけど500円だったんですよ。すごい。あ、こっちじゃんね、景色が広い。うわーすごい。これは安い。じゃあ入ります。温泉入ってきました。超気持ちよかった。温泉行くんなら、大浴場なら別なんですけど、
内湯じゃなくてやはり露天じゃないとダメだわ。露天だともう何回も出入りできますしね、内湯だと暑いんですよね。で出て出入りができない、もうのぼせちゃって、で脱衣所に扇風機とかないパターンもあるので、のぼせちゃう。だからもうこれから絶対露天がある宿にしますわ。もう1時間ぐらい余裕で入れます。じゃあこの後は少し飲もうかな。では最後に寝る前に新しく見つけたサントリープレミアムバー、華やかレモン、こちらと大ザックですね。大ザックを食いながらいっぱいやって寝ます。今日は本当にね、幸せな一日でした。本当にね、朝からずっと動きっぱなし、いろんな観光地行って、言うことない、とにかく本当に。あとはカメラ撮らずにしっぽり行きます。ではおやすみなさい。現在午前2時でございます。もう2缶ぐらい開けちゃったんですけど、もう1本飲んで、そしてこちら見てください、珍しい形のカップラーメンですね、赤いきつね。わざわざ深夜2時に少し小腹が空いて1階のロビーの自販機まで行ってこの赤いきつねを買うという行動が、ああ旅行行ってるな、旅してるなっていう感じになりますよね。わかりますかね、この感じ。ほんと好きです、これこの空気感っていうんですかね。はい、おやすみなさい。おはようございます、おはようございます、おはようございます。やばいです、寝坊しました。朝食バイキング間に合いません。もうこれは急いで、露天風呂、朝の露天風呂入って棒でパパって用意してこれダメだ。行ってきます。入ってきました、気持ちよかったよ。入ってきましたよ。もう時間ないから急いであれですわ、出る準備しますわ。二日酔いやばいですわ。宿出ました。あー本当にね、いい宿でしたよ。本当にいい旅、いい宿、温泉も良かったし安いし、ここはリピート確定ですね。で、今からお腹空いたので、朝のね、バイキング逃しちゃったんで、近くの伊東マリンタウンで、ご飯食べり、食べります。食べて帰ります。行ってきます。着きました。ここのね、道の駅が好きなんですよね。必ず寄りますね。今日の海見てください。これ今までで一番綺麗かも、この海。魚がね、あれどっかちょっと見える、透けてますよ、魚が、魚が透けてる、綺麗。今日これは驚き。2階のフードコートがお蕎麦屋さんになってたんですけど、すごい綺麗になってますね。ではいただきます。うまそう、やばー。はい、ご飯食べ終わって、ここどこだ、網代、あれどこだっけな、わからないところの公園に泊まりました。終わりますね、旅が。また楽しかった旅が終わりますね。今回はね、すごく充実した旅となりました。何回も何回も行ってますけれども、またこんな旅ができたらいいですね。冬は温泉最高ですわ。ではこの辺で動画終了させていただきます。2泊3日雲見温泉と伊東ですね、旅
常に良かったです。良かったですね。チャンネル登録、高評価などしていただけたら嬉しいです。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。